心に火を灯す言葉2月15日こんにちは飛田浄です今日の心に火を灯す言葉はこちらですより良い方法というものはどんな時でも必ず存在するものであるより良い方法というものはどんな時でも必ず存在するものであるこれはアメリカ合衆国の発明家 起業家であるトーマス・エジソンの言葉ですエジソンは結出した発明家として知られており生涯におよそ1300もの発明を行った人物であり蓄音機、白熱電球、活動写真など人々の生活を一変させるような重要な発明をいくつも行ったことでも知られています。この言葉は文字通り より良い方法というものはどんな時でも必ず存在するといったものです。より良い方法というものはどんな時でも必ず存在するものである。人間というものは常により良き方法がないかどうか考え続ける生き物だと思います。その繰り返しによってこれまで人類というものは輝かしい歴史を作ってきた生き物なのです。 これは他のどんな地球上の生き物も生物も真似することはできないのです。従って人々の人生の中で少し従って日々の人生の中で少し行き詰まったような時にはもっと他に良い,良い解決方法がないかどうか考えてみる必要があります。 探せば必ずず何かかしらの良い解決方法が見つかるはずですもしどうしても見つからないような時には書物を読んだり誰かに聞いてみたりするというのも十分ありなのです。諦めずに探し続けてみましょう。